ユナイテッドジャパンから来ました。ジャンボ2番、ゴールキーパーの岡本真人です。よろしくお願いします。目標は本気で J1 に関わりたいと思っています。そのためにできることを全力で取り組んでいきたいと考えています。よろしくお願いします。比較的若い選手が多くて、まだ2日、もう2日、練習したんですけれども、いろいろ、見ながら、まだちょっと若いなって思う部分だったりとか、いろいろ気になることもあるので、そういうところでしっかり喋り続けられるようなことはしていきたいなと思います。あとは意識的な部分ですけど、そういうところを引き上げていきたいなと思います。本当いろんないい時も悪い時もいろんなことを見てきたので、ちょっと引き出しがあるかもしれないので、それを出していきたいなと思ってます。そうですね、僕の得意なプレーというか特徴は守備範囲の広さだったり、1対1の強さにちょっと少しだけ自信を持っているので、そういうところは見ていただきたいなと思ってます。本当に地元を離れるのが初めてだったので、まるで土地勘がないんですけど、本当、いろんなところに行ってみたいなと思います。逆に何かいいところあったら教えてください。よろしくお願いします。タイのバンコクラス FC から加入しました池田哲也です。背番号24番のディフェンダーです。自分の特徴は左足のリードだと思っているので、チームに貢献できるように毎日練習から覚悟を持ってやりたいと思います。よろしくお願いします。そうですね、僕は J リーグで何もしないんで、愛媛 FC で勝負してチームと一緒に上に上がるという気持ちで行きました。試合に出てチームがしんどい時に得点、セットプレーからの得点であったり、そういうところで試合を決めれる選手になりたいなと思ってます。あっちにいる時からいろいろ話を聞いて、で、いいチームやなと思って来るのを決めました。タイにいる時に、そうですね、あまりその身長が高い選手がいないというイメージもあったので、僕はそういう面ではヘディングで得点してっていうので力になれたらなと思います。こんにちは、ジェフアンダー18から加入しました、内田優です。背番号は25番でミッドフィールダーです。自分のストロングポイントはボールを奪うことやミドルシュートです。FC に東京のためなので、全身で一生懸命プレーして、プロ1年目ですけど、関係なく、思いっきり楽しんでやりたいと思います。お願いします。あ、そうですね、制服、まだスーツ買ってないんで、制服で行きましょう。そうですね、かけっちゃかけですけど、一回しかない人生なんで、どうせならチャレンジして、でも成功する自信があったからプロの世界選んだんで、プロの世界で頑張っていこうかなって思ってます。目標の選手ですか。でも好きな、日本で言ったら好きな選手は山口蛍選手とか、ボールの奪い方とかすごい上手いなって思うんで、近くで見てみたいなっていうのはあるんですけど、でもそこを超えていかないといけないと思ってるんで、目標というよりは自分との戦いだと思ってて、自分が成長すれば超えられない壁ではないと思ってるんで、自分との向き合い方だと思います。ユースからプロの世界に入ってきて、
まあ、まずはプレースピードが1段階2段階違うんで、まあ、そこの分ではまず目と頭を慣らしていかないといけないなと思うんですけど、まあ、そこを、まあ、プロの環境に早く慣れて、まあ、自分のプレーっていうのを出していかないと、まあ、試合には出れないと思ってるんで、まあ、自分はもちろん開幕狙ってるんで、まあ、そこでしっかり自分出して、まあ、いければなって思ってます。 FC 東京からレンタルで加入しました背番号6番ミッドフィルダーの残留機です。自分の持ち味はパスだと思っているので、そこを生かしながらチームとしても個人としても成長していけるような一年にしたいと思います。よろしくお願いします。愛媛に来たのは初めてだったんですけど、まあ、すごいいい街だなと思いますし、まあ、チームメイトも雰囲気が良くてすぐ馴染めたので良かったなと思います。まあ、まだ2日なので全て分かってるわけじゃないですけど、まあ、これから監督といろいろ話をしたりして、まあ、練習して何を求められているのかっていうのも理解しなきゃいけないと思いますし、まあ、その中でいろいろできる自信というのはあるので、まあ、それを存分に出していけたらなと思います。今後 そのお膳立て、並びにその前の組み立て、はい、まあ、それを含めてはやっぱりこう自分の持ち味っていうのがある。そうですね、そこは得意としている部分なんで、まあ、続けていきたいのと、まあ、今年は自分個人としても成長したい、もっと成長したいと思っているので、得点に絡むっていう回数も増やせたらいいなと思います。